振り返っていかがでしたでしょうか。まず試合に入るにあたって今日の試合が今シーズン最後ということで、みんなで本当に全部出し切って終わろうっていう話をしていたので、もう本当にやりきれたかなっていう思いで、何か今日1セット目からなんか気合が入っているような感じがしたんですけども、どんな感じで今日の試合の入るというか、みんなが話をしたっていう、何かありますか。もうとにかく全部出し切るっていうことと、やっぱ今シーズンで引退する選手が本当に特に今年は多いので、本当にそのメンバーの人たちのためにも絶対勝って終わりたかったので、その気持ちが本当にみんな1点目から現れたのかなと思います。さあ、そんな高橋選手、本当に今日は非常にいいプレーを見せてくれたと思います。それでは今日会場に来ていただいたファンの皆さんに一言よろしくお願いします。本日はたくさんの応援ありがとうございました。
今シーズン最後の試合になったんですけど、本当に今日はチーム一丸となって勝ててよかったと思います。また来シーズンに向けて新しいチームになるんですけど、来シーズンこそまた優勝できるようにまた1年頑張ってここに帰ってきたいと思います。今日はありがとうございました。さあ来シーズンの活躍を期待しています。ありがとうございました。見事 VOM に選ばれました酒井英太選手に今一度大きな拍手をお願いします。こちらの方でお話を伺いたい選手がいます。さあ今シーズンで引退を表明されています石井由紀選手、こちらの方に来ていただいてよろしいでしょうか。ハンカチで頬を抜く仕草もありますけども、さあゆきさん頑張るという声も聞こえてありますちょっと僕もなんかうるっときちゃいそうなんですけど、さあまずは今日勝利おめでとうございます。ありがとうございます。さあ本当に、まあ、選手生活最後ということで今日の試合どんな気持ちで臨まれたんでしょうか、教えてください。やっぱりファイナルに行きたかったっていうのはチームとしての一番の目標だったので、先週すごく悔しい思いをしたんですけど、今日は何もプレッシャーがない中でチームで今シーズンの集大成としてチームで楽しもうと思って入った試合だったので、本当に相手どうこうじゃなくて自分たちがどう戦うかっていう姿をファンの皆様に見てもらいたかったので勝ててすごく嬉しいです。今日は楽しみました。はい、すごく楽しかったです。楽しみました、はい、ありがとうございます。さあ今日たくさんのファンの方々に来ていただいております。さあ石井選手の選手生活を振り返ってなんですけども、もしここでお話しいただけたらと思うんですが、よろしいでしょうか。13年間久光一筋でプレーしてきて、この久光で引退できるっていうことがもう何よりも嬉しいし、チームのみんなにも感謝してますし、そしてこうやってたくさんのファンの方に最後まで足を運んで見てもらえたことが私の現役のバレー人生にとってすごく、自分で誇りに思うことです。なんかことすいません、なんかまとまってなくて。いやいや、ありがとうございますさあそれでは最後に来シーズンのチームに向けて何か一言ありますか。はい、来シーズンのチームに向けての一言いただけたら。引退はするんですけど、いつまでもスプリングスファミリーなので、みんなには来季また新しいメンバーで優勝を目標に戦ってもらいたいし、その場にいなくても常に一緒に戦っているので来シーズンも頑張りましょう。もうこれで負けられませんね。石井選手ありがとうございました。皆様今シーズンで引退されます石井選手に今一度大きな拍手をよろしくお願いします。13年の現役生活本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。